皆さんご機嫌ですか？どうも希望です。皆さんはミャンマーの紙幣って見たことあります？見たことない人初めて見たらマジでびっくりしますよ。いきますよ、3、2、1。ハマダヤン、どう見てもハマダヤン。というわけでボケてツッコミいってみよう。あ、ポチッとな。悩んでる若き天才が悩んでる。本当は首がかゆいのだが、先を読みすぎて明後日ぐらいにかゆくなるであろう右手首をかいてしまった。もはやエスパー。あ、これ何の映画だっけ？ボクシング映画だっけ？覚えてる人コメント欄よろしく。全部のインターホンを押してきた。こち亀にありそうな展開、まさに命がけのピンポンダッシュ。遊ぶぞ、4時間たっぷり。何して遊ぶ？あの本もこの本も何回も読んだのばかり。などでも食べるか。お前は何を言ってるんだ。あれか、ガッチャンか。入れてという勇気、いいよという優しさ、できたという後悔。小学生の純粋な気持ちを踏みにじるんじゃねえ。バスケに新しくできた本当にいらないルール、諦めなければ試合終了にならない。果てがない。いつまで試合すんだよって。もちろん世界が終わるまで。ひろゆきが人生の最後に言いそうなことを教えてください。ひろゆきの人生の最後、なんだろう、なんだろう。泣くのをやめてもらっていいですか？最後ちょっとかっこいい。1945年、世界は傷ついていた。サンボリー、元気出して。またまた蘭姉ちゃんがピンチだ。ついに麻酔銃をやばいことに使い出した。お前最低だな。いつだ、いつこの回は放送されるんだ。経験人数何人と言われた時の童貞の切り抜け方。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。こいつは童貞。ケンタッキーの面接に合格した。すげえじゃん、あんな大企業に。これから頑張ってバリバリ働いてくれよ。多分君は違う方。先生、残念ながらここには廊下はありませんよ。ここは飛行機の中かな。なるほど、確かにこれじゃのび太は廊下には立てない。翼に立っとれ。その手があったか。あと多分これ新幹線。ついに俺にも春がやってきた。彼女の名前は大島。小島だよ。ナレーションに突っ込むな。ドナルドのオブジェと写真を撮る女の子。先にマックシェイク浴びてこいよ。ベトベトになるわい。あ、そういうプレイか。プレゼンのデータ消えたからって落ち込むなよ。いや、これは落ち込むだろう。なんて慰めても立ち直れないよ。俺なんて間違って人のプレゼンのデータ消しちゃったんだから。犯人ここにいるぞ。何の略か教えてください。ジャパンオートモバイルフェデレーションの略で、車のトラブルで動けなくなった時駆けつけてくれるサービスです。じゃんけんポン、あっち向いてポーン。うるせえな。金次郎さんは偉いんだよ、働きながら勉強してたんだよ。でけえな、いいぐらいか。いや、字はあれかこれ。何読んでんだお前は。これじゃ金次郎じゃなくて金次郎だよ。のび、もうな。お前が廊下だ。意味がわからん。のび太としずかちゃんが二人で釣りをしてます。どこでもストレス解消器。なんだよ唐突に。でもそんな機会あったら俺も欲しいな。会社でストレス半端ないんだよな。機械じゃねえぞそれ。なるほど、魚が釣れなくてムカついた時のために用意したのか。最終的には魚の餌かな。その男は天保会タンポポ組のもんでしょ。幼稚園かよ、こんな幼稚園児やだよ。怖いのは園長先生だけでいいんだよ。目が前向きについてるのはなぜだと思う。ああ、これは先生の名言ですね。殴る相手をしっかり確認するためだ。いや、そんなわけないだろう。なるほど、もうボケて開くたびにのび太が殴られてるんですけど。バタコさんが料理してます。何作ってんだろう。チーズがトロトロだわ。深い意味はないですよね。そっち系のそういうあれじゃないですよね。リア充を後ろから見つめる男がいます。いいなぁ、俺もお姫様抱っこされたい。そっちかよ。こちらは草津名物の湯もみですね。
俺が風呂に入った瞬間、巣が小さくなった気がする。こいつ匂うぞ。かけがえない一人息子だってことを思い出してるだろう。君のことは忘れないよ。お、のび太、家出か。せいぜい頑張れ。行ってきますのチューは？いや、その口なのかこれ。お前ずーっと構えて待ってんじゃねえか。1年ぶりに再会した彦星は織姫に、そろそろ LINE 始めてよと言いました。多分始めてるぞそいつ。そういうことなんだ彦星、早く気づけ。オラがこれからおめんちに一緒に住んで教えてやるよ、決めだ。え、でもおめえの母ちゃんまだ若いんだろ。クズロット、夜の元気玉が炸裂ってか、バカ野郎。行けたら行く、敵と俺や。意外な展開にしてください。ハイジャックされたけど犯人の要求が俺の歌を聴けだった。大人になったジャイアンか。この人めっちゃうまそうにマック食べるんだよな。モスで食べるマックは格別。お前には罪悪感とかないんか。変なお人形誰か捨てたのね、かわいそうに。しずちゃん、僕のび太だよ。ドラえもんが暴走してみんな人形に助け。ですよね。彼は60年間風呂に入っていない。その理由は顔が濡れたら力が出なくなると考えているからだ。ずっと同じ顔を使い続けているアンパンマンの慣れの果て。名曲を少し変えて貧乏にしてください。おごれたい焼きくん。貧乏だな。最高です。胸ポケットに入れていたのですが、こちらの商品が銃弾を防いでくれて助かりました。ああ、胸ポケットになんか入れて銃弾撃たれたけど助かるあるある。あれそんなうまくいくもんかね。どうやって入れたんだよ。ヨルシカに対抗すべく鮮烈デビューした馬鹿の最新曲タイトルは馬鹿。こんなんで対抗できるか。馬にかける、ただの競馬じゃねえか。のび太くんが先生に怒られたので、静香ちゃんは廊下廊下と声をかけてあげました。廊下コール、お前はそんないい顔すんな。夢をぶっ壊してください。カレーパンマンはふぅ、すっきりしたと言いながらカレーを持ってきました。これが本当のクソ野郎。これはドラえもん屈指の名シーンですよ。お前が見てた天気予報録画やんけ。バーカ、いっぺん北海道へ来てみたかったのよ。俺は大阪へ行くぜ。なるほど、行きたいとこ一瞬で行けちゃうっていう道具ね。いいな、こんなの俺も欲しいな。僕博多、僕マリアの海溝なんちゃ。バイバイスネオー。